観光庁や多くの企業で今日から仕事始めです。鈴木知事は感染対策のため同職員にリモートで訓示を述べました。道民の皆様のご理解とご協力をいただいたもとで、感染症に強いそういった地域社会を作っていくこと。今年は鈴木知事は新型コロナを早期に抑え込み、移住やデジタル化の推進などコロナ収束を見据えて取り組むよう職員に伝えました。望むという字を選びました。今年は1年明るい希望に満ちた年にしていきたいと。秋元市長はクラスター対策として繁華街の接待を伴う飲食店や高齢者施設などの従業員に PCR 検査を定期的に実施する考えを示し、第4波の発生を抑え込みたいとしています。